はい、西教授です。英文読解入門講義、今回は16回目です。で、前回に続いて準動詞の意味上の主語ですね。で、今回は例題7、動名詞の意味上の主語です。前回は to 不定詞の意味上の主語は for でつけるよという話でした。早速いきましょう。 He's going there is necessary。 彼がそこに行くことは必要だ。まあ、going there、これがまあそこに行くこと、動名詞で、彼がっていう意味上の主語をつけています。で、動名詞に対する意味上の主語は、所有格、もしくは目的格だけども、ヒムかヒズだけども、文頭の場合はどうしても所有格になります。つまりヒムから始まるってのはちょっと気持ち悪いんで、まあヒムは来ません。文頭では目的格は来ないと。で、to 不定詞を使って言うと、It is necessary for him to go there。 これは it は遠いかで、これはテキストに書いてませんよ。で、for が意味上の主語でついていて、彼がそこに行くことは必要です。こうなる。で、どうニュアンスが違うかっていうと、やっぱり上だったら彼がそこに行くっていうのはもう話題になってんだろうね。だから頭に引っ張ったんだろう。だから訳では、彼がそこに行くことが必要ですって、がって入れてます。そのがになってるのはそういうニュアンスです。で、もし下だったら、彼がそこに行くことは必要だよ。多分はになると思う。ただまあそんなにこだわらなくていいけども、まあ同じ意味ではあるんだけども、やっぱりこっちを使う場合とこっちを使う場合、ニュアンスは違うだろうなと。彼がそこに行く。彼本人が行くんだ。っていうことが問題になっていて。いや、あいつが行くことが必要なんだよ。っていうのが上の感じですね。二つ目、 I'm sure of passing the exams。 これはテキストにない例です。私は確信している。 be sure of、 確信している。 passing、 これは同名詞だけども、誰がっていうと意味上の主語を書いてないので私です。だから私は試験に合格することを確信している、まあ、自分が合格することを確信しているわけです。で、次はテキストに書いています。I'm sure of your son passing the exam。 今度は誰が passing the exam、 まあ試験に合格する、これに誰がっていうので your son が、この場合 your son は目的格ですよ。 your son の所有格は your son 図だけど、さすがに所有格図って変だからね。で、 your son 目的格で使ってる、主格じゃないんだよ。あ、わかるかな。I, my, me の I は主格、my は所有格、me が目的格ね。で、your son は主格も your son、目的格も your son ね。I like your son って言えるからね。で、目的格で使ってる。で、意味上の主語はついてる。これで、塊、こんだけ塊になって、あなたの息子が試験に合格することを確信してる。こうなるわけだ。から意味上の主語なしバージョン、あるバージョン。で、主語が違うな。テキストはもうあるバージョンしか書いてませんが、比較してみた。で、実際動名詞の意味上の主語って分かりにくいんだよ、実は。だって I'm sure of your son で切りたくなるもん。でも切ったらおかしいって思うから、あ、意味上の主語ついてる形だなっていうふうに判断するわけだけども、やっぱりその誤解を避けるというか、動名詞の意味上の主語って結構堅苦しいなっていうふうに感じるので、普通は I'm sure that that 説を使って your son will pass the exam という方が自然だ。ただこういうものを見たときについていけるようにしとかないといけないと。でしょ？岩さんで切っちゃうとあれって思っちゃう。その時にはこの形か。で、ここからが塊だと。と、ついていけるようにしたいわけで。かな。で、she complained of the room being too small。これも she complained of the room, complain of, 文句を言う。で、切りたくなるよね。その後 being too small が浮き上がっちゃうんだ。だからこれ前置詞の後だから動名詞の塊が来てるんだが、意味上の主語がついてんだな。だから部屋が狭すぎること、こういう感じだ。部屋が狭すぎることについて文句を言った、こうなる。で、これもまあどっちかというと、She complained that the room was too small
部屋が狭すぎると文句を言ったよっていう方が自然な感じだ。この同名詞の意味上の主語がついてるのって結構自然に見えないんだけど、実際読まされることとか出くわすことはあるから対応できるようにはしておきたいと。書くならこっちで書いた方が楽だよ。次、 Do you mind? Mind は嫌に思う。で、 Opening the window、 これは窓を開けることを嫌に思いますかっていうので、窓を開けてもらえませんかっていうふうになるんだ。この場合、 Opening the window、 窓を開けるのは誰かっていうと言うだよね。あなたが窓を開けるっていうことを、あなたは嫌に思いますかということで、窓を開けてもらえませんかってなるわけだ。で、いいよっていうときは、前で嫌に思うって意味だから、No! とか、全然いいよ !No! のたと、全然 OK! OK! みたいな感じで答えたりすると。それに対して、Do you mind me smoking here? とか、Do you mind my smoking here? こうなると、これが意味上の主語だ。目的格もしくは所有格だ。私がここでタバコを吸うこと、これで一塊。それを嫌に思いますか？これとこれ違うよ。これはオープンするのは You。 あなたが窓を開けることはあなたは嫌ですか？やってくれない？私がタバコを吸うこと、ここでタバコを吸うことはあなたは嫌ですか？って聞いてる。だから、まあタバコ吸ってもいいですか？構いませんか？構うなんていう日本語が近くていいよね。構いませんかっていう感じだ。なんか嫌だったら、イエス、嫌だよって言っちゃってよくて、まあ大体きつくなるからノーっていうことが多くて、だから参考書でもノーっていうことが多いですよって書いてるんだけど、イエスが入試に出たこともあるよ。いや、ちょっと困りますって。ちょっと喘息持ちなんで、みたいな。これ青学だったかな。だから、絶対ノーと答えると暗唱させられてる人は、ちょっと対応困っちゃったろうね。でもこれもやっぱり同名詞で未熟語を使ってるよね。ちょっとやっぱり分かりにくいんだよな。これぐらいだったらまあ普段使うけど。そういう時は、Do you mind if I smoke here? 私がここでタバコを吸っても構わないですかね？というように聞くと。未熟語を使うバージョン、使わないバージョン。この使わないバージョンはテキストに入れてないんで。使わないバージョンだったらこうなるよね。同名詞の意味上の主語って、使うバージョン、使わないバージョン、使うバージョン、使わないバージョン、使うバージョン、使わないバージョンって入れてみたわけだ。まあ、使わないバージョンで言う方が、まあ、こう、スッて分かりやすいと。という感じはすると。まあ、このくらいだったらもう決まり目的だから、まあ大丈夫だけどね。ということで、同名詞に意味上の主語が入っているパターン、所有格もしくは目的格で入り、そこからで一塊だというふうに受け取るんだよ、ということです。で、もうちょっと今回は続けていきます。She suggested me going there. これも suggest は提案するっていう意味があって、彼女は提案した。私がそこに行くこと。ing 使って私がそこに行くこと。この全体。これを提案したんだね。これ suggest me、私に提案したというわけじゃないんだよ。誰々にって言いたいというか、サジェストの場合はサジェストトゥー人っていうのを使うんだ。で、これもめんどくさいからザットセットを使うと、 She suggested that I should go there。 彼女は私がそこに行くということを提案した。意味上の主語を使うバージョン、使わないバージョン、いいですね。まあ、どっちにも対応できればいいと。特にまあ、こっちの方が難しいよね。意味上の主語を使うバージョン。その時には、あの形だなと思い出せるようにして、読めるようにしようと。で、ここから、また新しいことが入ってくるんだ。He suggested going to the movies next Sunday. 次の日曜に映画に行くことを提案したんだけど、誰が行くの？というと、今までの論理で考えるとこうなるはずじゃん。でしょ？だって文の主語と一致したはずじゃん。わかりますね。が、もしこれ he だとしたら、彼は自分が映画に行くことを提案しないと思わない？
あ、西映画行こうぜ、オッケーみたいな。ってありえないだろというふうに考えたら、なんだこれって思うよね。で、これは、いい？ここに出てる同志たちは、自分がやるなんてありえないんだよ。許可する。西ここで走り回っていいよ、おう。で、自分には許可してない。これも許可する。アドミット、これも許可するで使える。から、アドバイス、助言する。西さ、勉強した方がいいよ。って西が言ったりしないよね。助言。サジェスト、提案。プロポーズ、提案。つまりこれは、自分がやることはありえない同士なんだ。そういう時には、誰がを言いたければ、意味上の主語をつければいいし、誰でもいい場合。特に誰がじゃない場合。みんなっていう感じの場合。あるいは私たちっていう感じの場合は、つけずに行っちゃう。というパターンなんだ。だこのパターンの VING。VING の場合は、V があった ING の場合、意味上の主語がない場合っていうのは、まあ、これは、その場にいる人でしょうね。提案だから。だから意味上の主語を書かないで。まあ、これだったらその場にいる人ぐらいになるんだろうな。今一緒にいる人。でも誰がって特定しなくていいと思ったから ING でやっちゃったと。ということなんで。これはもう、動名詞の使い方というよりは動詞の特性だ。だから動詞の使い方の問題になる。だからこの単元で入れるべきかどうかを悩んだんだけど、時々頭の刺激で、うんと考えることも入った方が、まあ、頭にとっていいだろうと。やっぱり時々活性化して、時々こう悩むぐらいのことはない方が、あった方がいいからね。ということで、これちょっと難しいんだけど入れてみたと。で、allow permit。これはどっちも許可なんだけど、これはね、文法問題でよく出るんだ。allow permit は許可するだけども、誰がを言わない場合は ing で言う。誰がを言いたいときは人 to 不定詞になる。この場合は、また動詞の型を覚えようっていうのでまたやるからね。VOC になって。O が C するってつながるんだ。She doesn't allow smoking in the living room. リビングルームでタバコを吸うことは許可しない。だ誰がでもダメなんだ。わかりますね。誰がやってもダメなんだ。でも特に息子。息子がテレビを見るっていうのはダメだよ。って誰に言いたかったらこっち。She doesn't allow her son to watch television. 息子がテレビを見るっていうのは許可してないんだ。許可してないんだ。まあ、これらの単語は誰が。誰が。あるいは誰に許可。こういうことを言いたかったらこの形。で、別に誰でも特定なし。だったらこの形。っていうことになっていて。これは動詞の使い方としてよく出るところなんで、まあ知っておきましょうと、っていう話だ。で、to 不定詞、動名詞。で、これは VOC で意味上詞はここにある。want to you to go って前回やったね、あれと同じパターン。ということになってる。ここはちょっとね、動詞の使い方として発展形なんだけども、まあせっかく勉強したんだから、ちょっとややこしいところまで立ち入ってしっかりと押さえておきましょうと。入試にもよく出るしね、っていう話になったわけだ。ということで、準動詞の意味上の主語は例題6、7、もう一遍まとめて見直すようにしてくださいね。ということで今回ここまでです。 See you! Bye bye!